めまして、皆さんこんにちは。生まれも育ちも、三つ子魂持ち続けております朝市口中途外交士官教諭の杉原です。しばらくですね、三つを出て暮らしていたんですけれども、県立高校の教員をね、通行してきたんですが、三つに戻ってしまってね、これはなんとかせな応援なと思いました。 36.6% の高齢化率、これをなんとかしなきゃいけないと思って、三つ高校、それから朝市区中等教学校、三つ公民館、そして地域の皆さんに協力いただいて、三つ元気プロジェクトというのを作って活動してきました。でも他の地域と一緒のことをやってても仕方がないと。で、探していく中で出会ったのが、先ほど後藤さんの方からご紹介がありました、三つ神奈川出身のラストサムライ滝善三郎だったわけです。そこからどんどんと出会いが、広がっていきました。私めちゃくちゃ喋りたいんですけれども、この思いでもちょっとね、これやっぱりやってきた探究の主体である生徒に語っていただくのもらうのが一番だと思いましてですね、ちょっと前の方に来てもらおうと思います。では高3の、木村和葉さんと、高2の、本間さん、ちょっと前の方にお願いします。ありがとうございます。それではですね、まず最初にね、研究を進めていきました、木村和葉さんの方から少し活動を紹介してもらおうと思います。朝市区中等教育学校高等部3年 DP 生、そして4月から岡大生になる木村和葉と申します。よろしくお願いします。私は七曲り七夕三玉祭り実行委員の一員として、三玉祭りの成功、そして滝善三郎の存在を多くの方々に知ってもらうことで、私が生まれ育ったこの三つ地域をより地域活性化することで、もう少しでも恩返ししたいなっていう気持ちでこの活動を続けてきました。私がリーダーとして務めた、岡山歴史文化研究フォーラムは、私たち朝市区 DP 生にとってとても大きな転換点でした。この発表で、時代に翻弄された三つ神奈川のラスト侍竹善三郎の歴史を掘り起こすというタイトルで発表して、県知事賞をいただけたという喜びもつかの間、竹善三郎の、ご子息である竹正俊さん、そして歴史新大陸の後藤さん、七曲り神社の、稲田さんをはじめ、たくさんの方々と出会って、こんなに素晴らしい出会いができると、あの頃の私たちは思ってなかったですし、そこからまた455年ぶりの意義のあるお祭りを立ち上げるという、まあ、達成感というのを味わうというのは、私たちはまだ、まあ、その時は考えてなかったなというふうに思っています。私はこの七曲り七夕三玉祭りを実行するにあたり、障害チームを担当したのですが、岡山市への講演資料を作成したり、私は初めての経験が多くて、まあ、それを乗り越えてこう迎えた当日、雨だったのですが、たくさんの方々に来てもらえて、応援のメッセージをもらったりとかした時に、すごくやりきった感というか、そこで感動を覚えて、もうその感動は今でも忘れることができません。岡大生になっても、このように、他の地域にはない密にしかない魅力、価値ある魅力を見つけて、それを自分で掘り返して、それをこう地域活性化の活動につなげていく、そのようにそのような地域活性化の活動を行うことで、どんどん自分が成長していくような活動が行えたらいいなというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。自分も三つ子ですが、彼女も実は三つ子でございますけども、知らなかったよね。やっぱりこんだけ価値があることなのに、まあ、なかなか知られてなかった。これをエンタメの力で歴史新大陸さんやいろんなところとタッグ組んで発信していたい、していきたい。そのためには皆さんの力がどうしても必要なので、お願いしたいと思います。続いて先輩の活動を引き継いで、思いを受け継いで頑張っている、本間さんから一言お願いします。こんにちは。
皆さんこんにちは。三津神奈川出身ラスト侍滝善三郎を掘り起こす先輩たちの発表先行研究として、滝善三郎や神戸事件の背景を深掘りして昨年発表した本間です。よろしくお願いします。明治新政府は非道な弱腰外交をしましたが、なぜ政府は滝善三郎の命を犠牲にしてしまったのでしょうか。明治時代の新政府を取り巻く状況、つまり江戸時代から日本の新しい時代に通じて各藩を抑えて開国和親でやっていく姿勢を見せることに明治政府が躍起になっていたことを知りました。また岡山藩も藩主が旧幕府側の人間であるという内情を抱えており、明治政府に異議を唱えることができませんでした。滝善三郎は最後、そうした時代の荒波に奔走されながら、その命をかけて、神戸を、岡山を、そして日本を守ったという神戸事件の背景に私たちは迫ろうとしました。また私たちは滝善三郎の命を最後まで救おうとした薩摩藩士、主に経済や外交の面で数多くの成績を挙げた大阪経済の父とも言われる五代友厚という人物についても、調べました。大阪で発表したんですが、五代友厚甲子園という場で、最優秀賞をいただくことができました。滝善三郎も五代友厚も、時代のために粉骨砕身して国の平和に向けて尽力してきた人物です。時に滝善三郎の精神で、時に、五代友厚の精神で活動したり、一旦頭をリセットして、批判的に分析したりすることで改めて滝善三郎の価値を再認識し、もっと多くの人に知ってもらいたいという気持ちが強くなりました。今年は七曲がり七夕御霊祭りが7月6日に、開催される予定です。2年目は浅井塾や三津校をはじめとした三津元気プロジェクトが、月島もんじゃ太陽の時代とコラボして、山の芋の音を使っている三津元気もんじゃを販売していこうと考えています。今年は滝善三郎が赤上亮先生の手で小説化されたり、舞台化されるということで、少子高齢化の密を救う大きなチャンスとなっています。赤上先生や歴史新大陸さんとコラボさせていただき、価値ある歴史をもっと多くの人にエンタメ発信していきたいと考えております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、先ほどから何回も出ているように、小説家が決まって舞台化も決まっている、来てますね。うん、こんなに密が盛り上がれる要素がある、密から岡山を盛り上げる、そして日本へ発信していく機会があるのってそうそうないと思いますので、彼女たちとまた越智新大陸や七曲神社の皆さん、そして皆さんと走っていきたいと思います。今日はありがとうございました。